皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですねなんとですね、福袋が3つ届いたんで今から開封していきます。初福袋すいません、めんどくさいのにしちゃってでは早速開けていきます。何が来てるかも私わかんないんですよ。やば、ヴィレッジヴァンガードの福袋です。したらこっちも開けましょう。マネージャーさんは福袋とか買ったことあります？ありますよ。え、何の福袋ですか？ネットのショップでやってるような服のとか買ったりしたことありますね。え、待ってよ、紐の色によって変わるんですよ。緑、黄色。じゃあこっちが赤かな。昔私も福袋の開封動画あげたんですよ、はい、炎上しました。なんでですか？あのエモダの福袋を買ったんですよ、服の、はいはい、福袋のあんまり意味が私当時分かってなくて、はいはいはい、え、こんなのしか入ってないのぼったくりじゃんみたいなこと言ったらめっちゃ炎上しましたいや福袋そういうもんだからねっていう、もうほんとすいません。お、あ、ピンクだ。袋の形状がちょっと違う。あ、本当ですね。なんか丸みがちょっと丸みあったな。全部3600円税込みなので約1万円分のビレ版ですね。1万円弱の。これサムネ撮った方がいいですよね、最初にね。そうですね。いきます、いきます。では早速開けていきますかね。開けていきましょう。約1キロぐらいですね全部。よし、じゃあ真ん中からいきます。いや楽しみ。すみません、開け方汚くてごめんなさいすいません。あ、すげえ。じゃーん、どんどん出していきましょう。すごいな。え、見てくださいこれ。すごいですね、1個じゃないですね。あ、わかった。あ、これキャンプ用品だ。あ、そうですね、アウトドア用の。これがびっくりした、鬼滅のなんか刃系のやつだ。木彫り木彫り、なんか全然違う。なんかジャンル違くないですかこれ。木彫りのクマライト。あ、ライトだからいいのか。あ、あ、はいはい。あ、でも3000円、うん、3000円で。これが多分あれですよ、天井とかに貼ってなんか光るやつですよね。で、これがステンレスマグ。ほんとキャンプ用の。あ、いいですね。あ、いいじゃないですかこれ。どう得なような気がしますけど、うん、お得ですね、はい、グランピングとかもともとテントがあるとこのやつだったら全然いけますね、はい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 、お、はあ、これすごいな。シャレオツじゃないですかちょっとこれが何、あの異業種交流会みたいなちょっとだけ木彫りのクマっていうのは すごいですよね木彫りですか？木彫りです。質感もプラスチックです赤いのは何なんですか？あ、そっか、忘れてた。テントですか？違いますよ、これはあれですよ、ボクシングのミッドですか？青木のジョーですよあー、違う。あ、寝袋だ。寝袋、すごくないですか？寝袋ですね。あ、こうやって。あ、すごい。多摩川で寝れますよ。多摩ちゃんになりますよ、私。いや、でもすごいですよ、これ。これすごいですね。って普通に使えますね、これ。普通に使えますね。このチョイスはちょっと謎ですけど。確かにそうです。この2つはちょっと、僕もわからないですけど。それあれじゃないですか、渡るくんと一緒に天井に貼ったりして。楽しめないんです。なんすか、ロマンチスト。やめて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 。じゃあどうしようかな。ピンク、ピンクにしますか。じゃあ、はい、昔瀬戸康史さん見たんですけど、はいはい、開けるときにえーって開けてました。やってましたね。あれみんな YouTuber やりません？やります、やります。瀬戸さんから多分インスパイア受けてますよね。そうですね。なんじゃこりゃ。え、んな、え、な、なんすかこれ。ルーミーズパーティー抱き枕。あ、これいいじゃないですか。可愛いですね。可愛い可愛い。あ、人形系だ。これ女の子が喜ぶんじゃないですか。
だからピンク感なんですかね。はい、これはなんか生命体とかではなくて、なんすかね、なん枕ですかね。はい、枕、サンダル。あ、サンダル。私生活用のなんかランチバッグ。そうですね、これ私生活に役立つちょっとしたアイテムみたいな感じで。ああ、玄関、玄関マットですかね。そうですかね。シェル。ああ、そう。あ、トイレマットか。トイレマットかな。でもいいじゃないですか、これ。いいっすね。まだあるんですね。やばい。私やっぱりお笑い芸人になれないかもしれない。ボケ方がわかんない、この。いや、別に無理、ボケなくても。あ、ボケなくていいっすか。はい、大丈夫です。ボケれないな、これはちょっと難しいな。マルチカバー、ラママ。マルチカバー。マルチなカバーってことですかね、名前通り。そうですね。何に使うんですか。これはちょっと、あ、わかった。変身。違うと思います。なんかあれですよね、その後ろのソファーのにかけてカバーにしたりとか、いいですね。正解。本当ですか、絶対ですか。これがちょっとした付録についてくるような感じじゃなくて、しっかりとした、あ、これいいですね。いいですね。外ポケットもあるんで、あ、いい収納が結構ある。こっちにもある。四方に全部収納が入ってて、中にも内ポケが入ってるから、結構容量すごいじゃないですか。うん、なんですか、それが一番気になります。これ普通に可愛くないですか。なんか書いてありますよ、スリムラブロみたいな感じで、はい、材質がすごい気持ちいい、はいはい、気持ちいいって気持ちいい。まあ枕ですね。あ、そうですね。いいですね。このスリッパベランダとかで使えそうですね。そうですね。あ、ごめんなさい、こっちか、私こっち紹介してなかった。どうですか、ちょっと掴み方ですよ。普通に可愛い。可愛いですね。ああ、なんかめっちゃ可愛いですね。いやいやいや、掴み方。顔クシャッとなってますから。本当ですか。無理、あ、違う。ダメです。でもめっちゃいい。こっちが枕で、こっちがなんか飾っとくみたいな、こんな感じですよ。ほら。ああ、いいですね。このキャラクターもここに。みんな勢揃いですよ。みんな勢揃いですからね。はい。この上、視聴者さんにいただいたやつですね。すごいですね。みんないっぱいありますね。でも本当にこれ3600いくらで、これは結構満足度が高いですね。高いです。最後のは何かですね。最後ちょっと楽しみですね。でもなんかあれですね、中身どうであれ、なんか福袋だけでなんか楽しくないですか。楽しいですね。楽しいですよね。はい。あの、見たいぞ。もしかしたらあれかな、パーティーグッズ系とか。ああ、それあるかもしれないですね。なんと思います。おもちゃですかね、やっぱビレバンといったら。おもちゃですかね。じゃあ今から見ます。一斉のせ、お、これは聞いててください。それあれじゃないですか、ビレバンを代表する。あ、やっぱり。やっぱ出てきた。やっぱそうですね、おもちゃ系ですね。ああ、やっぱそうだ。え、靴ですか。金魚の。これ私履けないですね。これ22センチぐらいの人ですね。ですね。シューティングウォーターガンっていう。あ、でも私これ欲しいと思ったんですよ。本当ですか。あ、本当ですよ。私これなんか今度買おうかなと思ったんですよ。攻め、守り、ツーウェイって。でも二人いないと。そうっすね、こうやって水でこうやってバーンってやって打ちながら、で相手の攻撃来たら傘を開いてイエスっていう。エコバッグですね。ありがたいですね、今時期。ありがたいけどすごいですね、なんかいきなり、あれ？ちょっとラインナップがちょっと変わりましたね。はい。これは、ニット帽ですね。あ、でもこの寒い時期だからいいかもしれないですね。かぶれますか、そのサイズ。かぶれますよ、そりゃ。すいません。かぶれますよ。でもちょっと子供用みたいな感じですね。そうですね。で、最後、箱のパッケージ、一回読んでみようかな。目指せ、令和の怪物。おー、なんすか、最後にふさわしい。ドゥ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 、自動野球マシーン。あ、それは、これは欲しい方いますね、絶対。よくないですか。本当に思ってます。思ってます、思ってます。カノンさん、ほら、野球やったじゃないですか。そっか。やったじゃないですか。これで野球できますよ。ホームラン打てるかもしれないです。私、ホームラン打ったことあるんですよ、マジで。マジです。
マジっすよ。あ、そうなんすか。戦ってないですよ、戦ってないですよ。野球、あの男子時代私ホームラン打ったんですよ。へぇ、東山中学校野球部員時代にいつかそこまで行って、はい、ホームベースから打って学校のホームランゾーンって決められてる体育館の壁にあったんですよ。ぶち当たったんですよ、バーンって。次の日が試合だったんですけども、よし青木、お前は昨日練習で当たってたから今日お前を4番で任せるって言われて、おー、したら4打席連続三振しました。これでも室内できないですもんね。そうなんですよね。あとボールが入ってるのかっていう感じですけど。ああ、確かに。あ、入ってました。入ってました。あ、ちょっと公園で遊ぶには、はい、いいかもしれないですね。これもしや電池入ってないかな。電池別売りってやつですか。別売りですね。あら、まあでも、あの、はい、今度遊びます。絶対遊びます。ですよね、それ。はい、絶対遊びますよ。お、すげえ。バットも入ってる。すごいじゃないですか。こうやって。そういうことですね。じゃあ一回私の素振り見ます。あ、ちょっと、ちょっと見せてください。不完全燃焼じゃないですか、これ。電池入ってないから。確かに。したら、素振りだけ、もう、いきますよ。はい。本当にホームラン打てたんですか。打ったやつや。もう一回やってもらってもいいですか。はい、いきますよ。はい、だそうです。はい、あ、これも一応開けましょうか。あこういうことですね。水いここから入れてガードしながら、あプシュプシュプシュ。あ、でもこれはまあこうですかね。そうですね。ちょっと難しいですねこれね。まあでもユニークじゃないですか。ちょっとユニークですね。ようでも考えてますね、それ。考えてますね、はい、いいじゃないですか。一人じゃ遊べないですけど。一人じゃ遊べないですね。まあ、さあちょっと乗せてもらえますか。そしたら私いきますよ。はいはい、もう一回、はい、いきますよ。はい。全然ダメじゃないですか。私お笑い芸人やっぱなれないかな。なぜかお笑い芸人になろうとされてるんですか。ああそうですよ。あ、そう、あ、すいません。あ、そうだったんですね。そうですよ。あ、私これ当時こうやってよくやってましたよ。おおお、どれぐらいできてました。3回ぐらいですかね。3回と変わらないじゃないですか。全くあの変化してないですね。あと私これやってましたよ、くこうやってやって、こうやってました。あ、公式ボールでですか。公式ボールで。痛いじゃないですか。野球ボールでストレートこうなんですよ。はい、こういくじゃないですか。はい、そうですね。はい、で私が変化球投げるときはこうやってやるんですよ。ほうほうほう。スライダーこうやってやって投げるときにこうやるんですよ。そしたらこういう回転でいくんで、ヒュッて。へえ。なんで野球講座してるんですか。全然話違いますけど、ビレバンの、はい、福袋ですよね。そうです、そうです ね、もうとにかくボケたいと。もうボケ不足ですよ。ボケ不足ですか、はい、ビレバンさん、ボケ不足ですよ。もっとボケてきてください。でもどうしますこのちっちゃいこの金魚の履物、どうするんですか。本当に履けませんか。本当に履けないですね、私。私だって 24.5 とかですよ、靴。履けないですね。マネージャーさん履けんじゃないですか。履けませんよ。履けないですか。僕の方がでかいですから。マジですか。無理です、無理です。マジか、意外ですね。意外じゃないです、見たままです。私 24.5 とか25センチの靴履くんですけども。履けるじゃないですか。履けますね。つま先だけなら履けますよ。どうですか、これ。いいと思いますけど。いいと思います。はい。ほら、結構あるじゃないですか。つま先だけあるスリッパとかあるじゃないですか。健康のための。それはちょっと違う。ということで、今日はですね、こんなに素晴らしい、必要なものしか入ってなかったビレッジヴァンガードさんの福袋を開封しました。どうでしたか。いや、もう最高ですよ。もう、年末はこれで乗り越えられてます。
なんで笑うんですかね。悪意ありますよ。今の笑い声。いや、どうもないです。年越しで私、玉川でバッティングしてきます。あとは、玉川で友達とこの、リストルの打ち合いを。絶対やってくださいね。やりますやりますやります。ということで私はですね、年越しは河川敷でピストルの打ち合いとのバッティング練習します。皆さんもぜひビレッジヴァンガードさんの福袋で楽しんでください。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter と Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下から登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。